今日は2016年12月5日ですね。今8時17分です。朝日新聞の3面ですけれども、東海再処理施設というのがあるんですね。再処理、東海再処理、再処理施設だね。これは茨城県にありまして、放射性廃棄物を処理するためのものなんですね。原発の使用済み燃料を再処理してプルトニウムを取り出す技術を売るために、作られたもんで、1981年に本格稼働を始めたんだけども、爆発事故が97年に起きて、2014年に廃止が決まったって言いますね。高速増殖炉モンジュ、これももう廃止が決まりましたけども、それを運営している日本原子力研究開発機構というところが運営主体であるそうですね。でここの管理状況が、まあ、めちゃくちゃだという記事なんですね。水の中に使用済み核燃料が入ったドラム缶が積み上げてありまして、約800個が山積みになっている部分と、それから4500個、それから分析用の瓶などが入った容器が4500個が山積みになっている。これ茨城県というと福島よりずっと東京に近いですよね。でこういうのもこれ水の中につけてありまして、冷やすために水を循環させている。で、911の地震の時には停電だったんだけども、なんとか外部電源を使って冷やしたつんですよ。こういう危険なものが割と東京に近いところにあるんだということですよね。そしてこの管理の状況がもうなんかめちゃくちゃになってて、今年の11月にこの新聞社がそこに視察に行ったんだけども、このプールの中にカメラを下ろして近づけたら、ドラム缶の周りで黄色い物体が舞い上がったんですね。水垢かサビなのかわからない。こんなものが漏れたら、思いがけない幸せ。そうですか。これは読めない人多いよ。熱狂不動時点での目的。行幸。行幸。もしくは年賀状来ますね。そうだね。よく勉強してます。はい、いってらっしゃい。まあ、危険極まりないですね。こんなものでもテロの対象にされてですよ。中に爆弾仕掛けられてぶっ飛んで、このドラム缶が外に飛び出して、中身がバラバラになったら、これ大変なことになりますわね。この水の表面だって相当もう放射性、放射能のレベルが高いらしいですね。施設そのものも汚染されていて、使用済み燃料を粉々にした施設の内部の放射線量は毎時200シーベルト。恐ろしい話です。まあこういうこの文字なんかは爆発事故が起きて結局凍結してもうやらないと思ったら、また今度これの後継機を作るというふうに別のやつを
高速増収路を作るって言ってるんですよね。まあ気が知れないというか呆れるというか恐ろしい話だと思いますよ。ああ茨城県にこういうものがあるというのを我々は知っていて、でこれが非常に安心して見ていられるような状況じゃないということは認識しなきゃいけないですね。私は繰り返し言いますけども、これがテロの対象になったらどうするんだと、これは非常に重要なことだと思います。ということで今日はこれぐらいにしておきます。